帝国も長く続けばいずれ腐敗する。改革は民の悲鳴。北国の野武士、ディープ帝国に挑むダブルシャープの渡辺上京です。よろしくお願いします。まずは権利取りおめでとうございます。 ありがとうございます。はい。そのわがまステークスちょっと振り返ってください。まあそうですね、ちょっと今回パトカーからちょっと天気良かったんですね。あ、天気が良かった。そうなんですよ。まあだから動演の時の燃え盛ってるような感じで、うん、まあ、結果出てたじゃないですか。はい。まあ、そこにちょっと戻りつつあるのかなっていう、まあ、それで結果出たので、うん、はい、なんかその調整過程みたいなのも変えてきたんですか？特になかったんですけど、うん、はい、ちょっと間一回報告挟ませてもらって、はい、それで、まあ、調整はしてたんですけど、はい、今回その前回休み明けちょっとピリッとはしてたんですよね、状況でも。はい。まあ、志村君は相手が穴うますぎて馬券取れなかったんですけど、ね、まあそうですダブルシャープも穴うまやし、はいはい、相手も穴うまで、はいはい、まあちょっとね、人気してたもんいたんで、まあ、はい、もうちょっと買いやすいも相手に連れてきてくれませんかねいや僕に言われてもそれは、はい、まあでも前走に関しては本当和田君が上手に持ってくれましたよね、うん、はい、まあその和田君の話出ましたけども、はい、まあ皐月賞といえばこの渡辺和田の2人にとっては、はい、まあ、先生にとってはちょっと悔しい思い出で、はいはい、まあ、彼にとっては非常に思い出深いレースとなるんですが、この2人でね、とうとう皐月賞の舞台挑むんですね。はい、そうですねおっさん同士になっておっさんになっちゃうほんまにすっかり、はい、なんかその前走を話しましたか2人で。まあ特にそんな話はなかったんですけど、はい、まあ彼は、まあ、冗談ですけど、まあ、こっちでいっぱい乗り回ったのにっていう話はしてましたねそんなことまだ言うてました。12頭断ったって12頭断っていや多分そうだと思いますけど、いや、まあ、乗り数だけを乗る男ですよね。そうですさあ大舞台ですけど、はい、中山の 2000m はなんとなくイメージとしては合いそうな感じするけど、どうでしょう。そうですね、うん、まあどっちかというとその切れ味勝負になると分が悪いっていうところはあると思うので、はい、まあ、ちょっと中山もバーバが傷んできてるみたいですし、はい、プラスではあると思いますね、はい、早め早めの競馬となるんでしょう。それとも北海道で行ってたようなちょっとこうまくりまくり立つみたいな方がいいですか。まあそうですね、ちょっとまだそのスタートに不安があるかなっていうのがあるんで、スタート次第ではあるんですけどね、ちょっとポンと出てもう少しいい位置につけられたらっていうところはあるんですけど、はい、まあ、いずれにしても瞬発力勝負に持ち込むと、はい、ディープの子供たちの方もね餌食になりそうやから、はいはい、そのあたりはね、はい、安城に任せて。そうですね。でもよく考えたら先生がトップロードと、まあ、小田君のオペラ王の時もそうですけど、はい、あの時はアドマイヤー・ベガというサンデーの切れ者がいましたから、はいはい、まあ、同じような感じですよね。相手は切れ者で、まあ、そうです、そうなりますねトップロードは長く癒し使うっていうのがね、ちょっとあとは折り合いにちょっと心配はあるかなっていうところはあるんで、はい、内枠が欲しいなっていうことですね。内枠が欲しい、はいはい、まあそこは言うたって1000勝以上してるジョッキーが乗るんですからねまあそうですね、あの頃と和田龍二とは違うんですが、はい、折り合いぐらいつけてくれるでしょう思います。まあここ2戦ね、はい、大事に乗ってもらってるんで、うん、はい、そういう意味では折り合いはついてるのかなという気がします。先生自身もう何度か渡辺厩舎に来て使いましたけども、はい、この馬の体調の良さを、まあ、こう 見る何か視点というのはありますか。僕らがパドックで見たりする。まあそうですね、まあそのまあ、さっきも言ったんですけど、その前走にちょっと発汗してちょっとカリッとしてるぐらいの方が、はい、まあ、結果出たからかもしれないですけど、うん、ちょっといいのかなっていう気もしてるんですけど、少々の発汗は気にしなくていいし、ね、はい、まあ、まあ、入れ込むまではいかなくても気合い前に見せてる方がいい、はいはい、そうですかもしれないですね。わかりました、はい、それではファンの皆さんに最後抱負をお聞かせください。まあ、いよいよ皐月賞っていう大舞台でちょっと頑張らせてもらえることができるようになりました。まあ、馬もそれに応えてくれるかなとは思ってます、はい、まあ、もしよければ応援していただければありがたいです。よろしくお願いします。
今度は相手が強い分馬券買う側からしたら相手は簡単な気がするから、なんとか上位に来ていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい。